ドーンドンっていうことでこんな感じでございます。こんな感じの場所でございます。すごい略してキャプカンっていうか、こんなレモネードとジンジャーエールもありました。ということでこちら、サーディカップ、こんにちは、ノブです。本日は多分2年ぶり3年ぶりぐらいに開催するフードイベントの方に行ってみたいと思います。ということで本日来ているのはギノワン市でございます。後ろはギノワンプリンスホテルですね。オープンした時にランチビュッフェ行きましたが、それ以来泊まることもご飯食べることもできておりませんが、こちらプリンスホテルです。そしてその目の前にあるのがこちらギノワンコーマリーナですね。本日はこちらの方にやってまいりました。そして先ほども言ったようにですね、こちらでフードイベントがあります。フードフレアっていう沖縄県で僕の中では一番人気だと思うんですけど、フードイベントでは人が一番集まると僕の中では思っているフードフレアがですね、なんと2年ぶり3年ぶりぐらいに本日そして明日開催されております。といってもこの動画を上げる時にはもうすでに開催期間が終わっているので、先ほども言ったように過去にもこちらのイベント開催されたことがあって数年ぶりの開催です。今回のフードフレアはおりますが、また次回のフードフレアがありますので、その時に出店するお店とか同じ店もあれば変わるお店もあるかと思いますが、今回の様子をお届けするのと次回の参考にしていただければと思って今から行ってみたいと思います。今ギノワンコーマリーナのですね、有料駐車場の方にいるんですけど、イベントが開催されているのはこの船たちがいる向こう側です。向こう側に広場があるんですが、そちらの方でやってますので、ちょっと距離ありますが向こうの方まで行ってみたいと思います。ドーっていうことで、すいません、まだ近づいておりませんが、てかもうすぐなんですけど、そちらのあたりからもうフードフレア始まります。ちょっと距離ありますがこちらの方行ってみたいと思います。ちなみにですね、今の時間がもう15時ぐらいなんですね。そしてお昼ご飯僕ももういただいてしまっております。ちょっと3時ぐらいなので、なんかお茶できるっていうかスイーツ系、ちょっと甘いものでも、なんか甘いものあったらいいかな、コーヒーなんかもあったらいいかなと思ってますが、すいません、ご飯系は実際に食べることはないかと思いますので、その点だけご了承ください。それでは中の方入っていきましょう。ドーっということでこんな感じでございます。ちょっと状況によっては映像の加工をしていると思いますが、こんな感じの場所でございます。やっぱりちょっと昼過ぎてるので、もうだいぶ人は減ってる感じですかね。ピークは過ぎたかなっていう雰囲気があります。それではちょっと全部お店とか紹介できませんが、見ていってなんか気になるところ見ていきたいと思います。でね、この辺はお酒かな、お酒系もありますね。セーラエルモヒーとか、モヒート屋さん、お酒系です。お酒はダメだな、車があるんで。お、ここはタコス屋さんですね。これどっかのイベントでこのタコス屋さんを見たことある気がします。タコス屋さんでございます。こんにちは。そしてこっちは上海ウォントンロー、なんだろう、ウーロンハイ。こっちもお酒ですね。サワーとかがあるみたい。ルーローハンとかもあります。なんかこの辺結構いろいろありますね。たくさんいらっしゃいます。こちらはヌチブタだ、ヌチブタさんです。デリカデッセン、ヌチブタさんのポークステーキとかある感じですね。こっちはヤギ専門店、ヤギ料理屋さんでございます。なんか下にヤギがいます。こっちは物販、あ、コーヒーとかか、クッキーとか、クッキーとかがある感じです。 T シャツとかもある。そしてこっちは風店ですね。アジアフード風店さん、タイ料理屋さんです。ガイアンとかホイナンパオ、そしてクンパオっていうのがあるみたいです。シーハーティールもあります。そしてスイーツ系発見です。イチゴのシャーベット、ギノザイチゴのお店ですね。居酒屋花屋ってどっかな、イチゴシャーベット、花芋モヒートなんかもあるみたいです。これは第一候補かな。そしてこちらもギノザファームラボさんですね。ギノザファームラボさんがバーガーとかですね、この辺めっちゃ完全のめっちゃすごいハンバーガー。そしてフローズンジュースなんかもあるみたいです。そしてこちら六冠コーヒークリエイターズ、コーヒー屋さんですね。こんなクッキーとかコーヒーもある。美味しそう。こちらでは DJ が DJ ブースでこんな音楽も重ねてますっていうか、ぶち切りにしないと絶対やばそう。こっちに来るとなんか雑貨系かな。そしてこちらはザ・ファザー・ウィスタクラブ、ビーフサンドイッチとか、こんな琉球和サンドイッチ、なかなか美味しそうですね。がっつり系のこんなのがあるみたいです。そしてこちらピザの猫舌さんです。こちらもよくいらっしゃいますね。いろんなイベントに出店されてるとこですね。そしてこちらもゴーディーズさん、よくあるとこですね。ハンバーガー、ゴーディーズさんは別のところで食べましたね。そういうところでいただいたことあります。そして終わりです。お店全部見たわけじゃないですが、ゴーディーズさんでちょうど端っこっていう感じでした。気持ちよそうですね。マリンレジャーを楽しまれてる方がいらっしゃいます。そして半周ぐらいしたイベントのこの人出の感じですけど、一番は多分時間が3時っていうのもあって、お昼時過ぎてるので落ち着いてるんだと思いますが、どちらのお店もすんなりと入れるような感じになってます。普段だと結構行列ができるのがほとんどのお店で行列ができてる感じなんですが、午後3時というのと、あとまあこのちょっと今の状況下っていうのもあるのかもしれませんが、結構落ち着いてゆっくり楽しむことができる時間帯ですね。こんな感じです。ずっとこちらの海側歩いてきた
たんで、あちら側の方を見ていきましょう。こちらキャプテンカンガルーさんも来られてます。こっちはハンバーガーとかかな。そうですね、ハンバーガーとかな感じです。こちらキャプテンカンガルー、名護のお店だったかな、名護の大人気のお店だったと思います。すごい、略してキャプカン、こんな大きな看板もあります。そしてトップランクさん、こちらギノワンのお店ですね。こんな美味しいホットドッグが食べれるお店です。ギノワンの普天間のあたりにあるお店です。すごい、こんなバーベキューグリル的なのも売ってますね。すごい、結構上等な焚き火台とかがあります。すごい。そしてここはスススーンっていうお店ですかね。なんか美味しそうな冷やしセサ麺、こんなのもあるみたいですが、こちらに結構ソールドアウトついてますが、美味しそうな冷たいかき氷なんかもあるみたいですね。ここも気になる。そしてこちらフードフレアの看板があります。ちょっとした高台になってるところですね。ここはベンチとか置いたのがいくつか店もありますね。こんなビーガンアイスクリーム、ビーガン系のアイスクリーム屋さんですね。スリースターズアイスクリーム、あとアンバーホリックってお店が一緒に出してるみたいですね。こんなのもあります。そしてなんかわかりませんが、ガリバーがこんなところに横たわってます。ガリバーなのかな、でっかい巨人が横たわっております。あとこちらにもお店が、アイランドシェフツアパートメントってお店かな。チキンカレーとかカレー系ですね。あとはクロワッサンとかパウンドケーキとかもあるですね。こんなお店もあります。こちらは初めて見た気がします。だいたいこんな感じでしょうか。ちょっとやっぱりなんか冷たいもの欲しいですね。冷たいものちょっといただいてみます。それではちょっとここのスススンさんで美味しい冷たいものいただいてみましょう。何があるんだろう。ジンジャーレモンとかあるかな。シーカーサーミルクも美味しそうですが、ジンジャーミルクこの辺美味しそうなんでちょっと聞いてみましょう。こんなジンジャーシロップもあるんですよ。こちら1512円。こんな天才糖と蜂蜜のジンジャーシロップなんかも売られてます。っていうかこんなレモネードとジンジャーエールもありました。ということでこちら、すいません、さっぱりと美味しく、なんかめちゃめちゃ冷たくなるわけではありませんが、美味しそうなスススンさんでレモネードいただいてみました。さっきの自家製のジンジャーシロップとかも入ってるみたいですね。なかなか美味しそうです。もう木陰はほとんど奪われているので、あ、でも空いてるな。その辺の木陰でいただいてみましょう。というか全然木陰でありません。めちゃ炎天下ですが、川べりでちょっといただきたいと思います。それではこちらのジンジャーレモネードいただきます。あ、うん、やっぱ普通のレモネードと違って、ジンジャーのその生姜の辛みがなかなか効いてて美味しいですね。これはうまということで、美味しくいただきました。美味しかったです。ということでもうちょっと見ようかな。まあ見るものは、見るお店はほとんど一緒なんですが、なんか美味しそうなパンみたいなのもあったんで、それもちょっと買ってみようかな。ちょっと悩みながらもうちょっとブラブラします。ゴミ箱がありました。ありがとうございます。これでいいですか。はい、ありがとうございます。あとちょっとこちらの六冠コーヒーっていうのが気になるので、コーヒーももらおうかな。ブラックコーヒー選べるんです。爽やかなものとバランスが良いもの、はい、しっかりとしたものどちらがいいですか。しっかりとした方で、ケニアですね。はい、ここはケニア。ということで美味しそうな六冠コーヒークリエイターズさんでブラックコーヒーをいただきました。そして3種類あったんですが、一番しっかりしたっていう感じのやつをいただいてみました。ということでいただいてまいりました。できました。しっかりしたのといえばケニアだそうです。それではこちらまたどっかでいただきましょう。それでは港の方にやってまいりました。こちらで六冠コーヒーさんのケニアをいただきたいと思います。いただきます。なあ、うん、アイスコーヒーってやっぱりなんか氷入れるんで薄めな感じもする気がするんですけど、個人的にはしっかりしたコーヒーってことで、うん、がっつりコーヒーっていう感じしてなかなか美味しいです。ケニア美味しい、六冠コーヒーさんなかなか美味しいです。ということでゆっくりとコーヒーいただいておりますが、ちょうどティータイムっていうことで、なんか水系ばっかりですがこんな感じでしょうか。ドーナツとかもあるんですが、なんかお腹いっぱいなんですいません。ドーナツとかもありましたが今日はやめておきたいと思います。パンとか言ってましたが、こちらも今回は抜きでいきたいと思います。ということでそろそろ行きたいと思います。というか最初の方にちょっと素通りしたモヒート屋さんですが、これ後ろ側なんですが、よく見たらイエラムですね。先日のカムチャでイエラムがあって美味しかったって言ったこちらイエラムさんです。こちらのモヒートもいただけるみたいでした。ということで久しぶりのフードフレア楽しんでまいりました。まずは今回いただ
いたお店の方の紹介させていただきます。一つ目がすすすんさんです。なんか聞いたことあるお店だなと思ったら、こちらのお店茶炭にあるですね、家庭料理のランチビュッフェみたいなのをやられてて、昔行ったことがあって、多分ちょうど節分の時に行ったら、恵方巻きって、まあその恵方巻き1本あるわけじゃないんです、それを輪切りにした巻き寿司なんかもあって、そういったなんていうんですか、季節季節に合わせた料理なんかが出されてて、小さいお店ですけど家庭料理をいただける、それをビュッフェで、まあ、好きなものを好きなだけいろんな種類いただけるお店で、なかなか美味しかった記憶はあります。一度しか行ったことないんですけど。そして今調べたらですね、 Google マップで休業中になっていたので、もしかしたら店舗営業は今してないのかもしれません。こういったイベントだけで今出店されているのかもしれませんが、またそちらのお店の方もですね、復活したらぜひ行ってみたいななんて久しぶりに思いました。あのジンジャーシロップも1本1500円っていいお値段しますけど、なかなかレモネード美味しかったので気になる一品です。ぜひ皆さんもイベントとかで見かけたら、ぜひこちらの方試してみてください。そしてお店の方も今の状況わかりませんが、ぜひお店の方もオープンしてたら、ぜひ皆さんも行ってみてください。あともう一つは六冠コーヒーさんですね。六冠コーヒーはですね、お店の方は那覇市の余儀にあるそうです。那覇市の余儀にあるコーヒーショップですね。コーヒーショップらしく、そのお客さんが欲しいものをヒアリングしていただける、そのお客さんがどういったコーヒーを望んでるのかって聞いて、そのコーヒーを提供するって、まあ、コーヒーショップらしいしっかりとしたコーヒーショップで、そしてケニアなかなか美味しかったです。ぜひこちらのお店もこういったイベント、そしてお店の方、余儀の方にお店あるみたいなんで、ぜひ気になる方行ってみてください。そして最後にですね、フードフレアの総評、総評ってなんか偉そうですけど、フードイベント、一番人気のフードイベントっていうこともあって、店舗数は結構多いかな、ご飯系のお店だけでいろんなお店が見れるな、そして楽しめるなっていう印象でした。でも行った時間がちょうど3時って、まあ、中途半端な時間といえば中途半端な時間だったので、まあ、逆にですね、人がそこまで多くなかったので、並ぶこともほとんどなかったので、ゆっくり選ぶことができて、なかなか楽しむことができました。そして売り切れ、ソールドアウトもちょこちょこありましたけど、この土曜日はですね、なんと夜もあるみたいなんで、この3時のタイミング、ちょっと普通のご飯の時間とはずれましたけど、わざとずらしてこの時間帯に来るのいいかもしれませんね。今後のフードフレアのイベントもこういった中途半端な時間、結構おすすめかもしれません。フードフレアはこれで終わりではありません。次回いつあるかはまだ分かりませんが、次回も開催されると思います。ぜひ皆さんもフードフレアですね、 Facebook とあとインスタのページがあったと思うので、概要欄に URL 載せておきますので、そちらの方をチェックして、次回のイベントもぜひ皆さん楽しみにしてみてください。ということで、本日は改めましてフードフレアの方で、すすすんさんのジンジャーレモネード、そして六冠コーヒーさんのブラックコーヒー、ケニアのコーヒーいただきました。美味しかったです。こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報、最新情報、お得情報をお届けさせていただいてます。もしこの動画が役に立ったなと思っていただいたら、高評価、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーリークラップ、バイバーイ。